上野東照宮の鳥居前。明治時代上野東照宮は、東京都台東区上野恩賜公園内にある神社。旧社格は、府社。三大東照宮を自称してはいないが、その豪華さや由来、また、近隣の芝東照宮が自らを、日光東照宮、久能三島テルノ照宮、上野東照宮に並ぶ四大東照宮の一つ、としていることから三大東照宮の一つに数えられる。 ことが多い。正式名称は、東照宮であるが、他の東照宮との区別のために鎮座地名をつけて、上野東照宮と呼ばれ、別名、三所言言とも呼ばれる。徳川家康、徳川義宗、徳川義信を祀る。寛永四年、東道高虎が、上野の高虎の敷地内に創建した。社殿によれば、現那二年、既徳の家康から、自分の魂が、 末長く沈まるところを作ってほしいと高虎と、天海に遺言されたという。修復工事中の大い現在の社殿は慶安4年に、家康の孫である徳川家光が改築したもので、上野戦争や関東大震災や第二次世界大戦でも消失を免れている。そのため強運の神様として、また、家康を祭人としていることから、出世。 勝利、健康長寿の神様として信仰されている。社殿は平成21年1月から平成25年まで修復工事が行われ、平成26年から公開されている。500円の配管料でスカシベ内を見学できる。ただし、社殿内部は文化財保護のため非公開としている。境内には他に、タヌキの木造をご神体とした。 栄養本源者もあり、他抜けのご利益があるとされ受験、就職、合格、当選を願う人に人気がある。境内のボタン園では1年を通じボタンの栽培を行っている。1年に3回公開され、4月上旬から5月上旬は、自由へのボタン中心の春のボタン祭、元日から2月下旬には、特別に冬に開花する、要則性栽培した冬ボタンを展示する。 上野東照宮、東ボタンが開催される。9月下旬から10月下旬には、ダリアの展示、ダリア・ア那須秋の園が開催される。併設する50棟は、元は、東照宮所属であったが、明治の神仏分離令により、関永寺の所属となった。しかし関永寺は、上野戦争により消失し移転したため距離があり、文化財管理の必要から、東京都に譲渡された。現在は、 上野動物園内に位置するが、五0頭の正面は、東小宮の山道に面した面である。ありがとうございます。